こんにちは、東大卒の星耳です。私は大阪の公立高校から現役で東京大学の理科2類に合格しました。小学校時代は勉強ができなくて雑魚の子ということで雑魚子というあだ名をつけられていた私ですが、エスカレーターで偏差値40台の私立中学校に入り、そこで学年5番にまでなることができました。今日は勉強ができなかった私がどうやって中学で学年5番になったのか、そして偏差値40台の学校でなぜ5番にしかなれなかったのかをご紹介します。まず勉強ができなかった私が中学で学年5番になれた理由は、テストの4週間前からテストを意識するようにしたからです。小学校時代は全然勉強はしなかったんですが、中学に入ってからはテストの4週間前の日程を必ず手帳に書いておいて、テストの4週間前になったらまずは授業のプリントを整理したり、自分の勉強机の周りを掃除したりして、テスト範囲になりそうな部分の勉強をし始めていました。そしたら周りの子はだいたいテストの1週間前ぐらいからしか勉強していなかったので、それで私は学年で5番にまでなることができました。じゃあ次に、なぜ偏差値40代の中学で5番にしかなれなかったのかっていう話なんですけどね、私が行ってた中学は偏差値40代の私立で、そこから東大に行くなんて普通は学年で1番か2番でもそうそうないことなんですよ。で、実際私の学年からは東大に行ったのは私一人だけなんですね。じゃあなんで私がその中学で学年で5番にしかなれなかったのかって言ったら、答えはテストの4週間前からしか勉強をしていなかったからだと思っています。というのも、私は中学時代に絶対に勝てない子が学年に4人いたんですけど、そのうちの1人の子に勉強どうしてんのって聞いたことがあるんですよね。そしたらその子は毎日家に帰ったらその日の授業の復習をするって言ってたんですよ。そりゃ勝てるわけないですよね。テスト前のたった4週間だけ勉強してる人間が毎日勉強してる人間に勝てるわけがないんですよ。私はテスト前の4週間以外は週末は朝から晩まで友達と自転車に乗って遊びに行って、平日は部活を楽しんだり習い事のバレエに行ったり、部活や習い事がない日は学校で友達と鬼ごっこをしたり、家に帰ったらダラダラとテレビを見て友達とメールしたりしてたんですよ。要するに圧倒的に努力と勉強時間が足りていないんです。それなのに当時の私は、どうせ私は5番にしかなれないし、別に5番でもそれなりにいい高校に行けるから5番でいいやって思ってたんですよ。だから私は結局中学校では5番にしかなることができませんでした。私は中学時代は学年で5番にしかなることができませんでしたが、その後公立高校に進学して勉強の楽しさに気づいて、東大に憧れるようになって、頭がおかしくなるんじゃないかと思うくらい毎日朝から晩まで必死に勉強して、現役で東京大学の理科2類に合格しました。高校で尋常じゃない努力をした結果、中学時代は5番にしかなれなかったのに、中学の同級生で唯一東大に合格したんです。だから今回の動画で言いたかったことは、もしこれをご覧になってくださっている方が少しでも成績を上げたいというのであれば、毎日欠かさず予習と復習をしてとにかく努力をすることです。確かに東大に行って知ったのは、本当にあまり勉強しなくても東大に合格できちゃう天才という人物がこの世には若干数存在しているということです。でも東大生の5割はただ異常なまでの努力ができる普通の人間です。金銭的な不安などがなく勉強に集中できる環境があるかどうかというのも非常に大切ではありますが、そのような環境が整っている状況であれば、あとは受験において本人の努力が非常に大切になります。いい高校に行きたいと思っている方、いい大学に行きたいと考えている方は、とにかく目の前の勉強に全力を出してみてください。きっと少し世界が変わると思います。ということで今日の動画は以上です。また近々大学受験において中高一貫とそうでないのはどんな差があるのというような話もしていければと思ってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではご視聴ありがとうございました。またね。